では次の質問に行ってみましょう。じゃじゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。今更なんですが、遊水局の社員のコーラス部分は何と言ってるんでしょうか。今更ですいません。あー、社員ね、なんて言ってるか、ちょっと待ってよ、お聞きください。社員、全命、自分らしくあれ、一生を自由に生きなさい。邪魔する者来るなら来い、覚悟いいか、ぶっ壊してやる。はい、ということでね、社員でございましたけれども、聞き取れましたでしょうか。何と言ってるのか、うん、コーラス部分のね、多分ここだと思う。トゥヘストリーシーニングワルダルクワルルド、トゥヘストリーシーニングワルダルクワルルド、と思います。これはね、トゥヘストリーシーニングワルダルクワルルド、トゥヘストリーシーニングワルダルクワルルド、トゥレアルって言ってます。うん、これはユラさんが英語をローマ字読みする形でつくつけてくれた意味のあるね、言葉ではあります。あります。かっこよき、ありがとう。ちなみに感想中のセリフはなんて言ってるの。ちょっとね、そのね、感想中のセリフね、ちょっと私がちゃんとした文章を忘れちゃったから、ゆらさんがいるときに、ちょ、ゆらさんに聞いてみようか、起きてるかな。じゃあちょっと聞いてみよう、ゆらさんに。わかんないけど起きてるか。寝てたらごめんなさい。たびたび電話をかける。あ、早い早い。お疲れ様です。寝てました。寝てました。寝てないよ。質問なんですけど、はい、社員あるじゃないですか。歌ありますね。社員の感想中になんか私がごちゃごちゃ喋ってるとこあるじゃないですか。はいはいはい、あれなんて言ってるんですかっていう質問です。 ありがたいね、それで気に留めてくれたんだね。うん、本当によくね、トゥーヘイストーリーシーニングワールのところは結構聞かれてたじゃないですか。うん、今まで、うん、そう、それはね説明しました今。 ありがとうございます。はい、でその間の感想中にちょっと小さい声で私がセリフを言ってると思うんですけど、そこなんて言ってるんですかという。そこはね、うん、お寿司好き。いや待って、じゃ違いますって、違いますって、あれだってそこじゃなくて、ドゥ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 ンドゥドゥンドゥドゥンドゥンみたいなところで、なんか、なんとかか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 んとか。あ、ナレーションのところね。あ、そう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 、ナレーションのところです。感想中のセリフ。はいはいはい。うん、私は大トロよりも中トロの方が大好きだ。だけど本当は鮭も食べたいなと思いながらも、マヨネーズにつけて召し上がるのがとても大好きなんです。しかし今食べたいのはお好み焼きだったということに気づいて、たこ焼きを買ったのはなぜだろうっていうことを言ってるんじゃないかな。なんかソースとマヨネーズっていう話も入ってませんでしたっけ。あ、ごめん、入ってた入ってた、ね、なんかケチャップをつけたら美味しいと聞いたが、私はそういうふうには思わない。うん、なんかで最後なんか、なんとかだったらメッセよみたいなことを言ってるって皆さんおっしゃってるんですけど、うん、なんでメッセたんでしたっけ。メシマセ。あ、メシマセだ。そう、うんうん、みんな召し上がれっていう意味でね。うん、
そう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 、うん、やっぱソースマヨで召しますって言ってるわ。そう、はい、です。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもです。では失礼します。失礼しますということでした。皆さんよーくよーく耳を澄ませて、うん、最後がメッセオじゃなくてメシマセって言ってました確か。はい、うん、確かなんか私もそうだったなって思います一応言いますけど、嘘です、うん、まあちょっと謎に、あ、ちょっと岩木さんから電話かかってきたわはいはい、もしもし、はい、何でしょう。あのなんかわかんないけど僕今後悔しちゃって今ちゃんと嘘ですって言ったのちゃんと言った方がいいのかなって、うん、あれでもあれ今ここないなあ、ここにないですか資料手元に。ああ、表記歌詞はあるけど、そう、私の手元にも表記歌詞はあるんですけど、あのコーラスとナレーションの部分がなくて、うん、ないね。そうなんですよ。だから、私たちも分かりませんごめんなさい、なんかまた出てきた時にそれをね、あの解明するなんかのタイミングでね、できたらいいですね。そうね、うん、あのあるところは分かってんだけど今手元にない。あ、なるほど、うん、というわけでじゃあまた次回にチャレンジ、はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。切り抜き、まさしの餃子食べたい、美味しいよね、まさしの餃子、餃子大好き。あ、今木さんから電話かかってきてる。はい、もしもし。もしもし。はい、すみません。うん、やってますね。はい、今大丈夫ですか。ごめんなさいね。大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。うん、サーバーから探して、はい、社員のセリフを。あ、すごい、やった。はい、すいません、お待たせしました。じゃあ皆さんメモの用意をお願いします。よろしいですか。はい、メモの、メモするんでね皆さん。はいはい、どうぞお願いします。マグロが好きだが、マグロが好きだが、みんなゆっくり、もうちょっとみんな書くからゆっくり言って。マグロが好きだが、はい、はい、MAGUROのマグロですね。あ、なるほど、あのひらがなとか漢字じゃなくてちゃんとローマ字でね、はい、マグロが好きだが、好きだが、はい、うん、お好み焼き、お好み焼き、お好み焼きはローマ字ですか。お好み焼きは、漢字でお願いします。あ、お好み焼きは漢字で、お好み焼きが好きです、が好きです、もうじゃないんだそこは。うん、が好きです。マグロが好きだが、お好み焼きが好きです。しかし、しかし、それは、それは、それは、はひらがなですか。それはは、漢字で、それは漢字でお願いします。あ、それ、それはの、それは漢字ですね。はい、はい、それは、で、和は、うん、和はできたら WA にしたいんです。なるほど、それが漢字で、和は WA、うん、大文字で、はい、大文字で、うん、いや大文字で、それは、はい、それは昨日の話、それは昨日の話、はい、できたら、うん、イエスタデイと書いて、うん、ルビで昨日という、なるほど、イエスタデイって書いて、その、うん、振り仮名みたいに昨日ね、はい、はい、それは、それは昨日の話、イエスタデイの話と書いて昨日の話、はい、今日は、今日は、和はやっぱりまた WA ね。今日は漢字で、うん、WA で、はい、うん、今日は、今日は、うん、マグロが食べたい、今日はマグロが食べたい、うん、はい、今日はメッセオメッセオのメツはあれですよね、 メツじゃなくて飯で メッセオですもんね。そうですね、飯っていう漢字でひらがなで西洋でメッセオ、はい、はいはい、わかりました。ありがとうございます。失礼します。あ、もしもし、あれ、もしもし、あ、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、本当のこと言う、本当のこと言わせていや、ちょっと、いや、今ので全部かなと思って、いや、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、違うんですか
うん、みんな今みんな一生懸命メモってますよ。あ、本当？嘘です。あ、嘘なんです、ごめんなさい皆さんね。多分途中までお気づきだと思いますけど。はい、真面目に言うとですね、マグロが、マグロが、ちゃんと言う、ちゃんと言う、はい、うん、じゃあ今から本当に言うそうです。お願いします。いいす、天地創造から、天地創造から、この現在まで、この現在まで、神羅万象とは、神羅万象とは、どれほどの時間をかけ、どれほどの時間をかけ、どのようにして生まれたのか、どのようにして生まれたのか、そして、そして、どのような価値があるのか、どのような価値があるのか、想像を絶する答えがあるはずだが、想像を絶する答えがあるはずだが、私に逆らうならメスよ、私に逆らうならメスよ、言えてなかったよ。言った、これ何回も噛んでめっちゃ取り直しましたね。ありがとうございます。へえ、すごい。どういう意味なんですか、この思いは。簡単に言うと、うん、この星が何があって生まれたのかわからないけど、うん、私に逆らうのであれば、うん、それはもう滅しなさいって。だからもう逆らうなよってことですね、簡単に言うと。そうそうそう。そう。なるほどなるほど。それを長々と喋るとそうなると。長々と言わないけど。長々じゃない。長々と喋る。まあ確かにね、なんか、こいつなんか、説明下手なのかなみたいなね。まあ中二ですわ。いやでもすごいいいですよね、こういうあのちょっとしたセリフがね入ってると、はい、うん、皆さんね、はい、今の聞いてもらった、はい、上でねもう一回聞いてもらうと、はい、きっとなんかあの新しい世界がもしかしたらね歌詞にプラスアルファで乗るかもしれないので、よろしくお願いします、ね、聞いてもらえたらいいなと思います。すいませんでした。すいません。じゃあ最後に一言お願いします。召しません。召しません。ありがとうございます。教えていただいて、探していただいてすいません。いい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。